はい、はい、お疲れ様でございます。お疲れ様でございました。いよいよ最終ブロック打ち上げというのところですか。はい、宴会にやってまいりました。はい、ここからのお時間は、はい、斉藤 P 吉田 P 対談、私をスクエアエニックスという魔境に呼び寄せてくれた恩人である、はい、って言っちゃった、はい、魔境ってまあ、などなども含め、はい、いろんなお話を伺えればなということで、はい、早速お呼びしましょうか。はい、はい、ドラクエ10などさまざまなプロデューサーを担当されております、はい、スクエアエニックス斉藤陽介プロデューサーです。どうぞお入りください。お疲れ様です。あれいやー、ちょっとカメラさん、はい、ちょっと全身をちょっと抜いてあげていただけますか。今日の斉藤ピアなんかシュールな立ち姿になりましたが、明日ね、はい、行かなきゃいけないのよ。朝一ね。そうなんですよね、はい、なんで呼ぶかっつうね。なんとですね、斉藤さん明日朝一で福岡で、そうなんです、イベントなんですよ。イベントがある、はい、で、このまま終わったら羽田空港付近のホテルに泊まって朝一の便で、そうです、行くの。売れっ子ですよね。いや、なんかもう最近何の仕事してんだろう。生主生活上ってどうですか。そう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 、生主ね、楽しいんだけど、最近あんま配信できてなくて、今度やるときは出てるじゃん。いや、それいいですけど、もちろん、はい、もう、恩はやっぱり返さないといけないんで、はい、じゃあ二人でしゃべる。ぜひ、はい、やります、やります。早速ビールください。はい。すごい手際の良さですね、ヒゲさん、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。番組、ニコニココメント出るんであれなんですけど、うん、はい、14時間見てるぞっていう方いるのかな。いるよ、ね、ぐらいいますか、はい、いたらコメントなんかでお知らせください。14時間見たぜと。たくさんいますね。ああ、いるね。ありがとうございま す。もうね、表示しきれないぐらいのが本当ですね、飛んでます。それもそう、結構見てて、はい、まあ、一つ言わなきゃいけないのは、黒魔導士もっと強くしろよっていうコメントがあったから、下上げてください。やるじゃないですか、はい、またほら吉田使ってる黒魔黒魔来たわってなるんです。そういうことなんです、なるんです、なるんです。召喚より弱えんだよみたいなね、ほら黒は強いだろうとか、うん、吉間って言われてるんですよ、黒魔。なるほどね、じゃあやめた方がいいんだ。せっかく、持ってこさせたので、じゃあ皆さんもぜひ乾杯の方ですね、はい、スタジオ側も乾杯。全然飲んでないけどいいの、こんな。いや、俺だけいいです、いいんです。言ったらお酒出てきますんで、はい、ぜひ皆さんも、はい、遠慮なくどうぞ。じゃあ、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。もうというか、あれ、なんだこの人たち。うま、冷えてる。今回のは冷えてる。そうですね。あれなんで、ブッコはなんで着替えちゃったんだ。待て待てと。なんで着てなきゃいけないんだって話です。いやいや、だってその話で1時間半できるかなと。まあ、いけますよね。まあ、できるでしょうね。いや、またね、この2人、はい、意外とね、ワールド・オブ・クラフトでかなりね、一緒にやってたでしょ。だってリッチ・キングのハードモードを最後、ね、倒せなくて、倒せなくて、なんだこれはみたいな話で、結構いいとこまで行ったんだけど、ね、惜しかったですね。あれ、ブックはあの時何やってたんだっけ。ウォーロックです。あ、そうだ、ウォーロックだ、はい、俺もタンクやったから、ね、寝落ちっていうキーワードがね、うん、はい、すごかったよね。ブックは喋らなくなるんだよね。まあ、寝てますからね。そうそう、まあ、でもみんな分かっていただいてね。そうそうそう、理解のあるパーティーメンバーでしたね、うん。じゃあ、なんか他の飲み物を。ああ、もう作ります、作ります。あの、キッチョンにしようかな。これ、あ、そう、獺祭の焼酎なんだね。まあ、ということで、うん、今日はあれなんですよ。一応、トークテーマとかいかがですかって用意してみたんですけど、吉田さんからも斉藤さんからも、獺祭ってね、いらねっ、いらねって言われたんで、はい、俺たちは好きに喋るからっていうことでしたので、開けます、お任せしていこうかなと思いますので、うん、好きに喋ってください。作ってる間ぐらいなんかないですか。お前、いらねって言ったのに。本当ですよ。振るんじゃないよっていう顔。なんか皆さんあれ、だって俺はまあおまけだから、ヨシピになんか聞きたいこととかあるんじゃない。だって対談だって言って、対談だって言ってんのに。そうですね。ヨシピに聞きたいことあるんじゃないのって。あれですよね。ドラクエ10と FF14 といえばですよ。割と
似たタイミングで大型アップデートがあったり、似たタイミングで拡張が出たり、うね、こうなんかこう縁があるタイミングで、はい、割とお二方とも最新の拡張を迎えてほどなくというところですが、はい、それぞれいかがですか。そんな真面目なこと喋んの。なんだよ、話題を触れて言ったろ。言ったらこれだよ。そんな真面目なこと喋りたくないわ。そういう場じゃないと、うんうん、もうね、視界切れるっていうね。勝負あり、勝負あり、勝負あり。まあ、なんか別に意図してるわけじゃないけど、たまたまね、うん、そうですね、たまたまっすよね、うん、あれ、うん、あの皆川さんとか帰っちゃったの。皆川さんね、さっきね、皆川さんさすがだなと思うんですよ。下行ったら仕事してました。帰ってもいいと思うんだけど。そうか、すげえ仕事してた、うん。どんぐらいですか。いいですか、うん、濃いめで、うん。じゃあ今日は何について雑談されるんですか。斉藤さんの生主生活です。なるほど。いや楽しいですよ、生主楽しい、うん。実際見てる人で生主やってる人とかいるんですかね。あ、どうなんですかね。だって40も結構多いでしょ、うん、実況を、うん、はい、やってくれてますね。あ、ののってやっぱりいますね。あ、へえ、ありがたいですよね。実際生主の定義って何なんですか。だから自分で、うん、あのコミュニティなりチャンネル持って喋、うん、ればいいんじゃないですか。あ、いやいや、俺もよく分かってます。単純な定義だな、うん、そうでしょ。へえ、なんか例えばそのコミュニティ登録者数がどこまでいったらこう売れっ子とかあるんですか。それどこまでいったら売れっ子なんだろう。それさ、割るの水っすか、それとも。あ、俺水でいいや。あ、水でいいっすか、うん。あ、じゃあいいよ、これでもいい。そのままでいきます、それ。もうちょっと入れましょうか、じゃあ。え、そうね。え、だいたいコミュレベルいくつになったら、うん、100だって、売れっ子。へぇ。俺100ね、今。おぉ。じゃあ売れっ子だ。105ぐらい。ギリ売れっ子。105か6ぐらいで。ギリ売れっ子ってことですね。ギリ売れっ子だね。へえ、大したもんや。すごいな、これマドラーねえでやんの。まあいいや、これで全部気合で。あの、ごめんね、ブッコが一番濃くなったわ、うん、ありがとうございます。その、飲まないって覚悟決めるのやめてもらえる。大丈夫、飲みますこれ何ですか。え、お酒の種類的に何ですか。焼酎です。あ、焼酎です、はい。やっぱ結構きついな、これ、ストレートはね。びっくりした。うまい、うまい。あ、ええ、まあストレートですから、うん、気をつけよ、ごくごく飲んじゃうから気をつけよ。斉藤さんとあの大晦日に、うん、やったね、よくわからない対談をしたじゃん。年越し対談、うんうん、あのニコニコの、ね、運営長の中野さんがあれからぶっこみたいな感じでいて、いろいろ話をして、うん、あれから今もう8月下旬じゃないですか、うんうん、そのぶっちゃけ8ヶ月が終わろうとしてるのに、そうだね、あれ以来僕斉藤さんと話をしたのって、うん、3回4回しかない。それぐらいですかね。だってほとんど日本にいないでしょ今。いやでも斉藤さんもだって全然捕まらないじゃないですか。そうそう、俺だからさ、だからいないですね。まあ、うん、この前の E3 で発表になって、あ、そうそう、さ、あのほらニーヤをねやってて、でその発表になるまでは、うん、あのどこで作ってるとか言えなかったから、まあ、大阪のプラチナゲームズで作ってるんだけど、うんうんうん、それがなかなか言えなくて、うん、でいつもシウマイ弁当を買って新幹線に乗ってるんだけど、うん、どこに行くって言えなくままね。あ、なるほど。結構出張してたりとか。新幹線に乗ってるっていうのは言ってた。そうそう、あとね、新幹線とも言ってないんだけど、すごいのは、うん、シウマイ弁当の写真を上げるとその前にあるシートを見て、うん、あ、これは新幹線の型番なんだって言って。こと言われてすげえな。画像解析されている。これは東海道新幹線で。鉄さんすごいですからね。すごいね。へえ。いやだから僕だから E3 でちょっと話したじゃないですか。斉藤さん大変っすねってそのタイトル数多くてね。ね、で、あと執行役員会っていう謎のほら会議で2回ぐらい、うん、あの、ね、一緒に戦ったりとか、まあそうだね、して、そう、それぐらい。今日久しぶりなんです。そうそう、いや、もっと本当は会うはずの会議はあるんだけど、いないんだもん。いないいない、うん、吉田さんがいない。いないいないいないっすね。どっか行ってるって。あ、うん、いやだって、いや、あんなにね、昔はバスケ、金曜になったらバスケに一緒に行って、ね、行ってね、
その後飲んでね、その後飲んで午前4時ぐらいまで毎回ですよね。大概 2,3 人ぐらい転がってたり、転がってた、ね、僕も転がってたことありましたね。転がった転がった転がったありましたね。そうそう、ドラクエ10のチームの何人か、いまだにあの時の僕が転がってる写メ持ってるんですよ。しかもですよ、斎、ね、藤さんが僕の、うんうん、ズボンを、ね、脱がしてね脱がして言い過ぎっすよ、うん、あのずらして、うん、なんかこう割れてるところまで見えるぐらいのやつ、うん、そう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 、あれ未だにね店に来るやついるんですよ、うん、覚えてますっつって覚えてますじゃないよって。そういうこともありましたね。そう、あんなにね飲んでたんすけどね。最近ほら全然、でも酒は飲んでんの相変わらず。飲んではいないの、何も。でもですか、いやいや、海外行ったりとかしてさ。あ、海外ではやっぱり、うん、ね、最近あのステーキの写真とか上げると、うん、吉田のステーキに俺たち課金してるわけじゃないって言われたりするんで、まあ、俺も似たようなことあるからさあんまりあげられたら、シューマイ弁当は意外とね、そこら辺大丈夫だった、セーフ、生徒稼がないみたいな。ああ、なるほど、どうやらね、日本の方にとってステーキとワインはダメみたいで、すごいんですよ、うん、ステーキ食ってる場合かから始まり、本当に今でも僕、フリー素材にされてますもん、ステーキこうやってやってます、はい、まあでもちょっとステーキはね、高級だからね。まあでも海外行くとまあまあまあ逆に食うもんないからね、そうなんです、肉大安定なんですけどね。まあ、うん、見たことあるわそれって、ほら書かれてるよく見るやつ、うん、そうなんですよ。じゃあ次か、僕もシューマイ弁当、シューマイがいいんじゃないでしょうかね。いやだから最近気を使って、うん、ツイートしなくなりましたもん、うん、夜僕が食べてるもの、そうなんですよ、ご飯写真、もうだからいっぱいいろんなものを出していけば逆になんか焦点がブレるから、それでいけばいいんじゃないかな。だから海外の方がやっぱ食生活は救われてますよね、うん、そうね、大概ちょっと水入れる、あ、入れます、うん、日本だとだってカップラーメン食ってるのが多いんででもなんかさっきなんだっけ、コーナーとコーナーの間で、はいはい、どっかの海外でやっぱクラブみたいなところでイベントやってたり、あ、はいはいはい、これなんか面白そうだったね。あれドイツ、あ、ドイツなんだ。この前ゲームズコム行った時にドイツプレイヤーのファンギャザリング、うちが主催で応募してもらって、でクラブを借り切って、うんうん、でもねびっくりしたんですよ、踊るんですよみんな。なんかコメントでも言ってたけど、だからいつもゲームやってる人たちに思えないみたいなね。信じられないぐらい踊るんですよ、うん、でコスプレした白魔と黒魔のツインダンスが、うん、あ、見たすごかったんですよ、うん、すごいよね。いや、びっくりした。で、輪に入れって言われたんだけど、うん、もう全く踊り方なんて覚えてなくてでも言ってたじゃん、昔はちょっと鳴らしてたんですけどね。まあ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 、もう忘れましたけどね、うん、いや違うんですよ、また裏言っていいですか、うん、喋ってくれた、うんうん、もう帰り際にカメラ聞いてなくて、うん、もうビデオにするから喋、うん、ってくれって言われて、うん、もうボロッボロですよ疲れてもう一気にテンション上げてえ、だって日本だとやっぱ難しいのかな、ああいうのって。いや、みんな踊らないよね、そもそもね。でも踊るかな、意外と。どうでしょうね。去年ファンフェスをついに、うん、14やって、うん、で最初はアメリカ、うん、でイギリス、ロンドンでやって、うん、最後日本だったんですよ、うん、で、ソケン、サウンドディレクターのソケンがまあ本当腕利き の, アーティストたちに集まってもらったんですけど、うん、14の召喚獣、蛮神のバトルを全部バンドアレンジして生演奏をやったんですよ、うんうん、一番飛び跳ねて腕上げて叫んでくれたの日本ですよ、そうなんだね。アメリカやっぱ最初すごかったんですけど、もう日本すごかったんですよ。最近そういう人多いのかね、日本。まあ生主なんてまさにそうだよね、うん、だって自分がやっぱりやりたい、なんだろう、場を作りたいわけでね、目立ちたいわけでしょ、うんうん、そう最近俺まあよく言うんだけど、うん、まあ、出たがりって言われてるの、ね、俺 ね、あれな、出たがりな、確かに出たがりかもしれない。でも俺は自分の中で職業出たがりだと思ってるから意味がわからないよ、プロ出たがり、何それ、職業出たがりなの、普段全然出たがりじゃないの、はあうん、だけど職業として出たがりをやってるから意味がわからないよ。でもその出たがりの T シャツを作ったのよ。おうおうおう、出たがりって書いてある。おうおうおう、でそんな出たがりって書いてるのを着て、うん、恥ずかしいでしょ普通。まあね、うん、バカ売れして、ほう
みんなこの前ね、たまたまコミケね、俺ちょっと行ったら、ね、出たがりっていう T シャツを着てる人がいて、ちょっと俺が恥ずかしくなっちゃった売れてると思って、普段俺これ着てるんだみたいな冷静に見た、それを着てる人、そうなんだ、そんなとこまでやってる、そうそうそう、すげえな、それ T シャツ売ってるってどういうこと？あのね、もともと一番初めは、うん、ファミ通ライブで、まあ、コメントで藤沢が、ディレクター藤沢が、地味コーナーっていうね、ああちょっとした修正を発表するコーナーで、はいはい、その時にコメントでいい地味っていうコメントが流れたのよ、はいはい、でそれが結構面白くて、うん、で、T シャツ作っていただいて、ファミ通さんが、はいはいはい、でそれが結構売れたらしくて、うん、でその後まあ、リッキーが、うん、不具合じゃねえよっていうまた名言を名言を吐いた、まあ、不具合なんだけどね完全にでそれを T シャツにしたまたそれでまたなんかやんなきゃねみたいな話でいろいろあったんだけど、結構下ネタに走りがちになっちゃって、まあいろいろスクルト2回みたいなダメ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 、どんだけ硬くなるねんみたいな、いやだからなんでかぶせんねん、そうそういうのもあったんだけど、それはちょっとやめて、まあ、出たがりをね作ったとかあるんだけどね、うん、でも14は結構かっこいい T シャツいっぱい作ってるからさ、いやまあ、うん、まあそうなんですけど、これバシンってステーキ入ったやつステーキって書いて、いやでもねすごいかっこいい救わねばならんっていう T シャツを作ったら意外と売れないっていう、うん、やっぱネタいかないとダメなのかなって、うん、何何なんで今の声って、うん、あステーキ T シャツ何言って、あなんか入ったって勝負あり、バカか勝負あり、勝負してねえっつー、今日いろんな音源持ってきてんだ、ミラクルフラッシュ、またか、じゃあなんで DJ 風にしてんだよミラクルフラッシュが決まった、ミラクルミラクルミラクルフラッシュが決まった、そうそういいバカじゃないのすごいコメント入るよ、やっぱり、まあ、これこのためだけに来た回がある、まだ聞きます、他にも来たいですか、いや、まだある、まだある、いらない、いらないよ、まだある、まだある、レディーファイトレディーファイト、やべえ、もうほんとふざけんなよ、まだあるよね、スライムのスラストライクが炸裂すごいよ、あーもうほんと眠ってしまった、おちょおちょおちょ眠ってしまったあ、でもほら開発中でしょ、これ開発中の、そうっすよ、声当てたんでしょ、いやだから僕がそのバトルロード開発中に、うん、アキレス腱をね、うん、切ってしまって、ね、バスケでね、そうで、でまあほらでもディレクターだし、うん、まあ会社にいろいろ取り計らってもらって、うんうん、家から会社にアクセスできるようにしてもらって、うん、家でまあ仕事してたんですよ、ギプス巻いて、うんうん、そのでいよいよその完成が近づいてきて、うん、ボイスをこう当てていかなきゃいけない、うん、まあ、すげえ実況ゲーだったんで、そうだ、ね、でまあその実況のイメージと、あともう実装はほら音当てるじゃないですか、うん、でそのデータ仮データが必要だって、まあ別にやんなくていいんですよあそこまで、うん、いやそうそう、だ仮で当てるのはあるんだよね、うん、よく、うん、だけどあそこまでやってる人なかなかいないよねミラクルフラッシュが来たいや違うんですよ、開発で噂によるとトイレの中で撮ったんでしょ、違うんです、違うんです、違うんです、部屋でやりましたよ、部屋でやったの、ノイズが入らないように、うん、初見者じゃないですけど、うん、毛布かぶって、うん、あなるほどねノイズが入るといや、ね、そのチャンス、そのみんながね、開発の追い込みに頑張ってる時に、うん、家にいるわけですよ、僕、まあそうね、なんか自分にできることないかと、ないかと、で、一生懸命することなのかなと思って、うんうんうん、毛布までかぶって撮って、うん、で PC で開発してたんで、うん、自分で音を当ててみたんですよ、その、うん、ROM に、うん、自分でデータ打って、うん、そしたらなんかいまいちなんですよ、うんうん、なんか違うなと思って、うんうん、フリー のサウンド編集ソフト落としてきて、うんうん、エコーとかノイズ消したりとかやって、うん、データ渡したらこのざまですよ、うん、勝負あり、うるさいわだから一通りなんだろう、作ったわけですよ、その今の、まあ、ディレクターの鏡だよね、でもそれはね、そこまでやるのはねなかなかそこまでやらないの、やらないと思いますよ、やらない、ミラクルフラッシュが決まったいやで、うん、これをね配布を希望だって、いやこれを
本当本番収録の時にあのアキレス腱もつながって、うん、その収録に行ったら、うんうん、バッキー小林さんにやってもらったんですけど、うんうん、これをこのロムを見たバッキーさんが、うん、えこれやるんじゃないのって言われて、うん、いやそうですよって音入ってるじゃんって、うん、いや、僕なんでこれって父ちゃん眠ってしまったうるさいんだよだから一通りね、状態異常とさっきほら緑色の着させられたからさ、もう今ここぞとばかりにやってるからねいや、だから状態異常とその技2種、うん、ミラクルフラッシュとスラストライクスライムのスラストライクが炸裂でまたね、自分で仕様を作ったんですよ、うん、スライム、まあ、どのモンスターも技2個持ってて、うん、必ず1個は前を叫んでから技名を言う、うん、要は子供スライムのスラストライクが炸裂、まあまあ、こういうことです、うんうんね、あの子供たちにドラクエをというものを伝えるために、うんうんうん、刷り込みのために、ね、名前をこう言うと、うん、でもう1個もそのスライムのミラクルフラッシュってうざいじゃないですか、どっちかしか流れないから、うんね、なのでもう片方は技をミラクルフラッシュが決まった、ね、そうそう何なんだよこれ押しますあ、君がやってんのいやだから言うたじゃんよなんかね、見られない画面、うんうん、台本じゃねえなと、うん、あとね、うまいなと思ったので、これやってんの誰って聞こうと思ったここだったか1番から5番までございます勝負あり勝負ありスライムのスライムのスライムのスラストライクが炸裂慣れてきた、もうでもなんかこれ、ね、本当の音源っぽく聞こえるもんね、ここまでね。いやだから、目をつぶって皆さんね、うん、聞いてみてほしいんですよ。いいですか、皆さん目をつぶってくださいね、うん、はい、鳴らして。父ちゃん眠ってしまったー。そうだ、普通のゲームのそうね、そうね、うん、まあ、ごめん、ぶっちゃけ俺の顔しか思い浮かばないと思うんだけど、うん、でもこれだけやれる人はそうそういないから、うん、いないですね。あ、14の本編にも出ていいんじゃないかと思うんだよね。いや、ないっすわ、ないっす、ないっす、ないっすわ。あるでしょ。ない、ない、ない、もうないっすよ、本当に。それやったら終わりだと思います、僕ほら、あるみんなありだって。いや、ないですよ。ありでいいない。歌おうとかやめて、うん、いろんな言語あるんですけど、どうしましょう。え、それ全部全部自分でやってこい。ね、今や中間とありますね。あ、そこまで、うん、お前何さっきからハードル上げてんだよどうせやるならね。え、これは何、どっからで入れ手に入れてくるわけ。俺ね、その元立っておきたいのよ、そろそろ。これあれだよ、ね、そのまさに一緒に仕事してた、はい、ドラゴンクエスト の、うん、そのあれかバトロードだよね、うん、勇者カイトっていう。あ、カイト、カイトが隠し持ってるっていう話なんだ。さすが勇者カイト。そうそうそう、マジか、だからあいつがまだ残り持ってるはずなんだよね。まだあるんですよ。まだあるはず。いやー、もうないと思いますよ。だってフルセットですよ。だってレディーファイトってバトルスタートでしょ。レディーファイト、いや、いいってなさなんで復唱すんだよ失礼しました。あ、でもなんかこれさ、どっかほんと14のさ、なんかイベントバトル系でいや、ないでしょ。バトル始まる前に入れようよ入れちゃおうよ。いや、あのね、こういうゲームじゃないんですよレディーファイトって審判いないんでね、うちのゲームねまあ、バトルスタートね、うん、で、攻撃中のほら、2つの技のね、うん、スライムのスラストライクが炸裂。もういいや、ミラクルフラッシュミラクルフラッシュが決まったで、相手のヒットポイントがゼロになったら、うん、勝負ありなわけですよ全然使えるだ、これで多分全部ですよ、うん、え、本当にもうないと思う。なるほど、まあ、これで全部だって、テスト実装なんだから、うん、ゲームスタートから、バトルスタートから、バトルエンドまでなんで、うん、なんかバーミリオンで使えるって言ってる。いいこと言う。あ、そうか。いや、もうね、あれ返すと終わりありますね。そういうことしちゃいけないと思うんだな、俺。いけないな。でも意外と望んでる人いるから大丈夫なんじゃないかな。これ絶対ね、深夜乗りだからですよ。あ、そうかな。で、入れるじゃないですか。あいつなんか勘違いしてないかみたいな。まあ、それはしょうがない。ちょっと受けたからって勘違いすんなよみたいな。
そこをね、履き違えると思ってなかったな、うん、みたいなことをね。それユーザーは望んでるよって。いや、望んでない。アンケート取ろうって。やめましょう。いつの日か入れてほしいかどうかで、ありなしでね。素権が許さないですよ、だって。そうですね。サウンドディレクターがね、許さない。この放送一応Twitch、YouTube とですね、あ、そうかそうか、あちゃこちゃに放送してる。そうかそうか、あんまりアンケートとかやめない方がいいですね。いや、うん、我らがサウンドディレクターがね、うん、こんな異界の音をね、うん、許さないですよ。なるほど、ね。いくら社内のね、声を使いまくる検討。そうか、アンケ来るって。行くなよ。なるほど。素晴らしいね。いや、いらないで。ヨシピーのそのボイスを14の中にね、入れるか入れないか。ほら、FF14 に合わんって書いてますよ、みんな。いや、でもネタでさ、まあ、さっきもコメントで言ってたけど、エイプリルフールの日だけだったらいいとかね。ああ、その日だけ、そう、その日だけ。はあ。いやー、何ハイを押してんの。私じゃない。違った。もう何でも、何でももう、ボルボルかっていうね。それならいいじゃない。ミラクルフラッシュ。違う、うん、結構な数字でしょ、これ。注目は、違う、うん、注目はですよ、この流れの中、期間限定ならありだって。 17% がいいえって言ってるんですよ、うんうん、僕はここを大事にしたい。いやいや、82% 大事にしてこい。このノリの中、17% が反対ですよ。いや、だから期間限定でやろうよ。これが吉田ディレクションですじゃねえ。誰だよ、このコメント。いや、そういうのね、やめよう、ね、逃げるなよって。逃げるでしょ、普通。まあ、まあ逃げるでしょうね。はい、ね、あ、そういえば、なんか4月1日で思い出したけど、はい、あれ、なんか、あれじゃなかった、うち 3.0 ってその拡張を出した時に、うん、ベンチマークを作ったんですけど、うんうん、なんか、トランスした？してない。なんか、うん、そのベンチマークを8月27日で うちこう申請、そうだよね、うんうん、その日にベンチマーク回すと何かが起きるらしい、うん、それは仕込みでしょ。いや、仕込みなんですけど、うん、なんか、ね、いつから仕込んでんの君らって、誰も気づかないよって、うん、その1日だけ、はい、そう、1日だけ、これみんな意外と知らないの。いや、知らないですもん。誰も言ってないんで。誰も言ってないの、うん。それで今すごい情報言っちゃったの。いや、ぶっちゃけ今言わないと誰も気づかないもんじゃないかって。そうそう、うん、あ、危ない危ない、よくぞ、うん、言っていただいて。あ、でもだって普通はさ、まあ、それは今遊んでる人たちってベンチ言うてもそんなね、もう回さないですよ、ね、うん、もうゲームが出てますからね、まあ、新しい PC 買った時にね、どれぐらい出るかなみたいなのあるけど、そう、でもそれが8月27日じゃないとならないんですよ、それ、うん、あ、PC の日付変えればいいじゃん。え、ダメです、そういうコメント拾ったら。今や、今試してみて。 3DS じゃないんで。今試してみて。ダメです、そういうこと言ったら。まあ、じゃあ8月27日来たら皆さん一回ね、そうです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 。ただ何が変わったか見えないから、この人の前で言うんじゃなかったな。何が変わったかわからないから、ちゃんと今のやつを見た上でやらないとね。そう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 。ただね、一目瞭然で違いわかるらしい、うん、なので、うん、ダメだよ、良い子はね、日付とか変えるとか。何を言ってるのかな。8月27日ね、はい、うん、そういや持ってなダウンロードしてなかったっていう方はこれを機会、そうだね、これを機会、ね、はい、想定の石ガルドのベンチマークをダウンロードして、いや、まあ、最後に勝負ありって言うんじゃないかっていう。まさかそこにつながる、そこにつながるこの振りなんだね。もうね、そういうのね、ダメなの、ほんとね、ないわ。だって、うん、このミラクルフラッシュが決まっただって、うん、僕は聞いてなかったわけですよ、本番まで、まあ、そうだね、うん、あの大晦日の、ね、はい、あれ楽しかったよね。いや、斎藤さんはね、うん、俺はそんなに、斎藤さんのモノマネがさ、また、うん、そう、俺のミラクルフラッシュが決まったの、あの時の、うん、いや、でもそれ桑田佳祐でしょっていう ね、大好きだから、ね、モノマネね、はい、いや、そう、モノマネ良かったってなってる、ほら。直樹怒らないでっておかんかよ。ああ、なんかもっと聞きたいことないんですか、ちょっといいですか、また。ああ、作ります作ります。なんか君はもういいと思うんだ、そのサウンドエフェクター手にしてないって。うん、あれ、それはお題をよこせってことですか。え、リッキーも真似してたなって。そうなの。みんな大好きミラクルフラッシュです。斎藤さん、そろそろ、まあ、でも忙しいもんな。いや、14やらないですか。14やりたいんで、本当にやりたい、
正直ドラゴンクエスト11の話がなかったら多分もう今カンストしてるはずですよ。まあね、正直ね、ねえ、タンクで多分名を馳せてるはずですよ。ああ、びっくりしたもんね、いくつあるのみたいなね。分からない、自分でも自分で自分のことが最近分からない。そう、なんかちょっと俺今日この後どこに行くのかよく分かってないんだよ。とりあえず羽田に行けばいいみたいですよ。そうすると自動的に福岡まで連れて行かれます、うん、なんかいろんな陰謀が渦巻いていて陰謀なの、気がついたらズブズブなんですか。そうなんだよ。怖いな、うん、この会社怖いわ、本当に、ね、よくご存知でしょう、お二人とも偉いんですから。だって俺は前ね、あの、うん、そのドラクエをパロったドラマ、あの、ヨシシコ、ありましたね、はいはい、あれ、あの、最終話が、うん、最終話と1個前かな、が沖縄ロケだったんですよ、はい、こうで、なんかずっと立ち会いに行かなきゃなと思ってたんですよ、うん、1回ぐらいは、うん、で、あの、まあ、最終回が、その前、2の時はそう沖縄だったんですけど、1の最終回って新宿だったんですよ、うんうん、だから、まあ、じゃあ最終回に立ち会いに行きますっていう話をしてて、うん、で場所がどこかとかなんか言われてたらしいんだけど、あんま記憶になくて、なくて、はあ、でその行く当日になったら机の上に航空券が乗っかって気がついたら青い空と白い雲がなんか目の前に壮大の海が広がってる場所に俺ポツンといて沖縄でしたみたいな。もう自分が本当わけはわからない。もうみんななんか本当に目がなんかマスクをつけられて、うん、なんか車に手を引かれて連れてかれたらこのままユーラシア大陸を横断してくださいみたいなのもありえるんじゃないかと思ってる。あ、もうね、ここまで来ればね。そうそうそう、へ、まあ、そういうのもありかなと思ってるけどね。まあそれ斉藤さんだからですよ、うん、できんのもう無理ですよ、そんなのされても。いやー、まあ言うてもやるんでしょ、またいろいろ。やらないですよ、やらないですよ。やるでしょ。だ、うちだって相当ね、うん、結構こう机にしては、うん、なんかこうタガが外れたことをやり、うん、割と新しいことをいろいろやってますけど、うんうん、斉藤さんのこうなんだろう、なんだろうね、もう一周回っちゃってるところじゃないぐらいのこう、うんうん、行動パターンが全くトレースできないし、うん、でもほらなんか忙しいとか辛いとかっていうのは、うん、なるべく見せたくないじゃないですか。かっこいい。いや、もうハッピーでいたいでしょ。かっこいい。まあ、変な薬やってんじゃないかと思われる。いや、だから、うん、まあまあそれぐらいでいた方がね。ね、そうそう、楽しいものを作ってるんだから楽しい感じをね。最近斉藤さん飲みには行けてるんですよね。飲みに、ね、外に。だそれこそ、うん、まあ、ドラゴンクエストも、ニコニコ生放送をね、はいはい、キューテン TV ってやってますよね。大体それが終わってその、まあ、その終わりの打ち上げみたいな感じで飲みには行ってるな、うん、あ、それがでもほとんど。そうそう、最近だから、まあ、仕事終わって、うん、本当にドラゴンクエスト10を遊ぶことが俺の、うん、息抜きだから。あんなにね、本当に飲みに行って、うん、そうなの、死んで、ね、そうそうそう、ましたよね。そうそうそう、どっちもね、うん、斉藤さんがいないって言ったら外の階段の途中でね、うん、倒れてね、うん、何かが滝のようにこう階段を張ってるとかね、いろいろあったんだけど、そうそうそう、あんまないっすよね、最近そういうのね。まあ行きたいんだけどね、うん、まあ、やってる頃は厳しかったですよ。あの集合、うんうん、今日1週間のスケジュールを各自提出せよって言われて、あの、飲み会がある日は飲み会って申告しておかないと。レイドの攻略とか大変だから。ほら、そうでしょ、うん、もうね、ギスギス言われるわけですよ、うん、14の場合。あ、そう、うん、固定ね、まあ、固定でね、まあ、完全固定でしたね、うんうん、でも、まあ、別に楽なものもあるんでしょ、それで大変なやつもあるんでしょ、今回ね、うんうん、ノーマルとハード入れたんで、うん、はい、いや、ハードはやっぱ大変よ、うん、大変でしたね、うん、まあ、誰かがね、リーダーやったら大体スケジュール管理しますよね。そう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 、な、誰が何日の何時にログインできるからここでやってみたいなね、うん、まあ、でもそういう遊びを楽しんでたからね、うん、そうなんですよね。それはそれでね、面白さの一つなんですけどね、うんうん、まあ、全員やろうとするとね、こう部活と同じで、うん、こう、いや、俺はインターハイとか興味なかったんだみたいなので、うん、よく部活も崩壊したりするじゃないですか、うん、まあ、あれがね、起きたりしますからね。いや、でもさっきまあ、あの新兵の方々がやってるね、うんうんうん、バトル見てたんだけど、ほら、やっぱりあのマップのギミック結構多い、多いじゃないですか。多いですよ、うん、あれやっぱ大変だろうなと、覚えるのもそうだし、うん、今日やってたのって、今日やってたのってアルテマ、新アルテマ、アルテマ、結局何やってた、途中でイフリートが出てきたやつ。ああ、じゃあ新アルテマやってた。俺裏で別
そうですね、何回やってたんで、アルテマ、新アルテマですね。新アルテマあれ、うん、割と余計がテーマのやつなんで、うん、多いんですよあれ、うん、でも新アルテマは覚えなくても、うん、見てからで間に合う、うん、タイプですね、うん、あれ、あれ面白いって、うん、新アルテマの難易度が好きだっていう方も結構いらっしゃいますね、うんうん、まああれの極が欲しいっていう方もいるんで、やっぱり、うん、もう一段上が、いや俺ほんといいタンクだと思うよ、いやだからそろそろって、うん、ほんと思うんですよ、一緒にやりますって思うんだけど、うん、厳しいよ、うん、まあ厳しいのもよくわかるそうそう、厳しいのもすごいよくわかるんですけど、サイさんほんと時間がね今、そうね、うん、あ今何頑張ったらカンストはどれぐらいでいけるの今、うん、とりあえず60まで、とりあえず50までは今すごい早いんで、うん、まあでもシナリオ2週間だって、いやかかんないっすよ、かかんない、斎藤さんなら全然かかんないっすよ多分、だって斎藤さん、うん、そうだ思い出した、あのファイナルファンタジー14って社内アルファやったじゃないですか、やったやった、あの皆さんにアルファテストレベル20ぐらいまでそうレベル20までのアルファ版、皆さんにやっていただいたアルファ版の前に、うんうんうん、やったやった、社内でやりましたね、うん、社内1ですよスピードそうまあそうね、でもまあ1週間かかるわけがない、うん、2時間ぐらい、あれ今ってそんなレベル20になってたら逆に言えば早いの、だってシナリオだって進めてったら松本だったからさ、すげえスピードでしたよねあの時、だから斎藤さん多分1週末あったら完走すると思うんですよね、あと1日ぐらいかかるって、まあそうですね、だから2週俺でも多分その時3、4時間だったと思う、いや、うん、あの時ね、あのそのドラクエ10のスタッフから、うん、僕社内のあのチャットツールで飛んできたんですけど、うん、斎藤さんが一言も口聞かずずっとマウスとキーボード握りっぱなしなんだけどって言われてました、でデータ見たら斎藤さんが一番早かったですよちゃんと読んでるよシナリオもちろん、で下行ったんです、それその情報でも1回ぐらいワイプしてたはずだけどね、あ1回しますね社内、うんうん、よくできてるね、うんうん、言ってもらったんで斎藤さんすごいですよ、まあ、あのレベルが違いますよ、うん、あのガチです、ガチなんてものじゃないぐらいガチです、そう楽しそうな会社だな、でもまあね、その皆さんに出す前のテストとかね、結構社内でやってて、はい、やりますよね、うん、はい、楽しそうな会社だなっておっしゃいました、うん、楽しいですよ、ね、俺結構ね、チクチクやるの好きで、そうですね、そうそうそう、はい、自分の作ったゲーム結構やるの好きで、うん、まあでもね、普通ですよね、作ったゲームやるの、うん、うん、すげえ早かった思いがあるな、で、その隣で、ほら、某プログラマーで、うん、まあ、結構ほらワウ一緒にやってた某プログラマーがスマイルっていうかドラケテンのね、うん、いるじゃない、ああ勝面ね、ああ名前出すんだ、はい、そこで、俺一応捨ててたのね、勝面もまたすごい勢いだったよ、俺とだって斎藤さんの早い、うん、そうそうそう、斎、うん、藤さんの早い早い、そうそう、勝面も厳しい、厳しい、勝面厳しいタイプだね、タンクはどうしても、ね、厳しくなるのよ、うんうん、あのね、どうしてもねフィーリングとかでやろうとするとすごい怒られるの、うん、意外と君フィーリングタイプだもんね、うん、私はどちらかというとリズメな方ですが、うん、いやいや名前出しちゃいけないかもしれないけど、今、まあ、もともとドラクエにいて、うん、今14でゴンちゃんの下にいる、名前出して、名前出てないの、あんまり出してない、まあスタッフロールには載ってるけどね、載ってるか、まあいいかじゃん、うん、横澤マンも厳しいからああもうやつはね厳しいなんてレベルじゃないしさ、彼は厳しい、本当に厳しい、厳しいなんてもんじゃない、明治でしたね、うん、そうなの、そうね、政治サンディに言った一言ね、うん、いや DPS 出ないってどういうことですかみたいなそうそう、うん、ね、何してんすか、まあ、本当にトラップを踏む、ね、サンディに対してね、そうそう、即死トラップ踏むってどういうことですか、でトラップ踏んだサンディがねあの俺の画面では避けていたって言ったらあじゃあバグってんじゃないですか、サインストールしてくださいっていう名言です、名言ね、両者名言です、名言です、はい、俺の画面ギスギスじゃないんで、これは本当ギスギスじゃない、和気あいあいとこういう会話をできる関係であるってことです、そうそうそう、そこで勘違いしちゃいけない、そうそう、それギスってるわけじゃないですよ、それぐらいツッコミ会えるっていうことを言ってるんです、そう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 、楽しい会話だよ、ね、大爆笑だもん、それ聞いて、そう、まあ、マイクオフって大爆笑、まあ、まあ、ぶっちゃけ言うとサンディは怒ってましたけどねそう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 
いやでもね、今でもだからあれでしょ、多分スカイプとかしながらみんな遊んでたりする人もやっぱいるんでしょ、うん、います、うん、やっぱり僕ね世界中に起きてると思うんですよ、うん、俺の画面では避けていたわね、うんうん、俺ね T シャツにしていいと思うんですよ、その、まあ、そのレベル、それぐらいのタイタンのランドスライドとかそうだと思うんですよ、うんうん、俺の画面では避けていた、うん、そうジュフォラ14でもよくあるって、そうなんですよ、ある、うん、あるんですよ、言うんですよ、でも俺の画面から見ても避けてなかった、ね、どう見てもね、そうそうそう、どう見てもね飛んでたんだよ、ピュー、そう、そこに対してのね一言ね、あ、じゃあサインストールしたらどうすかかねよく出たな、そのフレーズ、すごいなと思って、才能はあるわと思ってね、まあでもそれぐらいはね真剣にやってたらツッコミ合いしますわ、うん、そうですね、うん、あの勝面ともあのよくねぶつかってました、方針で、うん、そうそう、方針ね、方針、あの、あのいわゆるレードのそのいわゆる、うん、タックをどうするかみたいな、ああ、とりあえずやってみようよって言うんですよ、うん、うちの私の元上司がね、ああ、そうするとね、うん、勝目がちょっととりあえずやってみようとかよく分かんない、よく分かんないちゃんと調べてきてるんですか、そうそうそう、ちゃんと調べましょうよって言うので、で斉藤さんがまあ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 って、うんうんうん、ありますよね、一連のね、うん、まあ一回ワンチャンやってみればいいんじゃないかな、そっからだよねっていう人に対して、そうそうそう、えっていう、ね、それ何の無策にやってもそれって意味ありますかっていうタイプでしょ、勝面、うん、そうそうそう、だもちろんそれなんだろう、クラスによってなんかあの別に大変大変じゃないと俺はあんまりないとは思ってるけど、うん、まあ、言うても、うん、あのタンクは、うん、あの朝10時から夜中12時まで延々同じあのボスと戦い続けてたからそれは目もしょぼしょぼするわみたいなね、うんうん、もう最後勘弁してくださいぐらいのもう右左、うん、右左って言ってんの右右左右とか言ってんのそれもさすがにしんどいわ、12時間やり続けるって、リッチキングをね、いやだからほらね、うん、あのコメントしてる皆さんね、斉藤さんね相当ガチなんです、冗談抜きで、うん、そのレベルなんですよ、だからね、あの2週間で完走なんていう人じゃないんです、週末1個あって大丈夫っすよ、でブツブツ言うんですよね、ブツブツ言うね、でだんだん言わなくても勝手に頭の中で鳴り響くし、でその下りでみんなワーワーして、うん、じゃあしょうがないまあ行くかって言ってると私が寝落ちしてて動かないっていうのが、まあ、そうそうそう、よくあるパターンでした、 あとね一番ひ、まあ、ひどいのは、うん、今ね、まあ、これもドラゴンクエスト10に行って今14に行ってる、うん、あれですよ、名前言っていいの、これも出てないからね、まあ、K うん、出てないですね、あいつね、トイレ行くって20分帰ってこないからね、もうね、今ね、多分ね、やつ放送見てるんですよ、見てんの、ドキドキしますいや、まあね、あの僕はほら DOC からな仲がいいんで、まあ僕がほら入れた人間でもあるから、うん、そうだね、もうね、うん、もうね、トイレまだしも風呂なんて言ったらもうね帰ってこない、2時間は帰ってこないですよね、本当に、そうそう、あれ有名でしたねいやだからそんな、例えば政治ほにゃららと、まあ勝面がわーわーやってる間に寝てるわけです、うん、寝落ちしてるわけだよね、で、よし、まとまって斉藤さんが仲介してまとまっていくぞっつったら一人反応しないっていう、そう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 、みんなバーっていくんだけど一人ポツネンとこの動かないウォーロックがいるわけですウォーロック結構重要だからね、言うてもね、そうなんですよ、替えの効かないクラスだからね、まあ、で、あってどうやらなってるみたいなんですけど、うん、もう知らない、知らないです、起きたら誰もいないんです、まあそうだよね、それはいないよね、でそういう時はまあ当然レイド終わるんですよね、終わる終わる、しょうがないですもんね、動かないですもんね、まあでもそれで助かることもあるんだよ、いつ終わんのこれみたいな、あまあそれそれで楽しいんだけどはい、はい、でもまあね、いやいや、またそういう遊びをね、うん、やるのもいいなと思いますよ、うん、いやだからまあ割とそういうのが味わえるゲームでもあるんで、うん、やっぱりハードモードは結構厳しいね、やっぱりハード今厳しいです、厳しい、うん、今日まあ、エオルゼア良性調査っていう、うんうん、今のエオルゼアを数字でまあ切り取ったやつだったんですけど、うん、今あの気候上アレキサンダーっていうのがまあレイドなんですけど、うんうん、でそれの霊式ってハードモードがあって、うん、3層まで突破した人たちがまだ290、うん、全部で4層あって、で4層は0人です、ね、すごいね、でそれ実装いつで、ね、4週目だから、いつだ、7、違う、計算ができない、1ヶ月経ってない、霊式は7月20、20、21、その辺
誰か正解を1ヶ月もう1ヶ月だってそうです、ね、でも1ヶ月経ってクリアできてる人が世界でゼロってすごいねただですね若干だんだん今不安になってきていて、うん、これクリアできないんじゃないかどうだ皆さん感触的にはいけそうなの3クリアした人でも200何人しかいないんだったらここ見てる人の中にはあんまりいないのかそもそもここにほぼいない、まあ、そもそも見てる暇なんてないんじゃない見てる人で3クリアした人いるギリって感じ、うん、3が無理今3やってる、まあ、でもいるいる3クリアした人いるよ3がね約300人ぐらいいるんで世界でその人たちから見て4はどうなのいける ?4 DPS 足りなさすぎ210武器でやってんじゃない開発版みたいな話だようんなるほど4はもう別世界別世界にしたんですけどね4やばいでも4本目ナウなんだなるほどうんまあもうちょっと見ます、うんそうですまだ今一応ゼロででもあれだもん ねあの当然キャラクターもあのアップデートとかで強くなったりとかしていけばいわゆるあの装備が、うん、あの修正限トークンとかで揃っていくと、うんはいまあ、上がるのは上がるんですよね楽しいんでしょそういうそのいけるかいけないかわからないぐらいで3層突破はすごかったと思います3層はあれでいいよなって言ってる、うんまあでもね、マップのヒロイックとかに比べればまだかなっていう、うんうん、まあエグかったですね、うん、のかなって、うん、山荘今面白いでだってそうですね、うん、あのやっぱり毎週こうギアが、アイテムが、装備が揃っていくと、うん、だんだんこう近づく感じはあると思うのでだからいいじゃん、だからヨシピーとかブッコが山荘を生配信すればまあ、いいですけど、うん、寝落ちもだってこの人だって俺ね俺ひどかったんですよ何の寝落ちの下りですかいやゲームズコム、うん、ゲームズコムこの前僕、うん、ステージ1日4回、うん、2日間やったんですけど、うんうん、それってプレイヤー、ステージ、1時間おきぐらいにステージ行って、うん、その場にいる人たちとパーティー組んでる、うん、こう物理ルーレットを回して、うん、あ、そうそう、そのコンテンツをクリアしろっていうやつなんですよ。で、まあ、僕は基本的にいわゆるハードモード、うん、でやれって言われて、うん、ハードでやるんですよ、うん、で、まあ、クリアするじゃないですか、うん、で、まあ、その即席パーティーだから、うん、1回フェイルすると、まあ、打ち合わせをして、うんうん、で、まあ、トランスレーター入れてこう打ち合わせをして、うん、で、まあ、クリアするわけですよ、うん、で、まあ、でも5区ぐらいやらないと、うん面白くないって言ってんのに、うん、もう5区のルーレット、うん、最終日僕韓国行かなきゃいけなかったから、うんうんかたね、最終日をね、うんうん、任せたの、ね、そうそうブッコやってって言ったら、うんうん、5区のルーレットなんか外せって言って怒っててもう本当に濡れました出るな5区出るなそんなあそれは何クリアしなきゃなんかダメなの別になんか楽しく遊べばいいんでしょクリアしないと T シャツがもらえない、うん、なるほどあそのいやだから僕らとしては勝たせてあげたいわけですよ、まあ、そうそうそう、はい、そんなリスクを高いことをしてる場合がないもうね、だってただでさえ吉田の代わりによくわかんないやつが来たと思ったら僕に勝てもしねえでやるって最低じゃないですか、うん、せめて、ね、T シャツ取って、うん、わーっつって盛り上がるところのシーンを作ることは絶対的に必要、うん、いやそんなとこでひよってる人とね礼式三層一緒ってちょっとあ今カチンっていう顔したねいきませんなんでここでギスギスしてんのいや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 だって勝負あり残念それを使うね自然にそろそろ受け入れられるようになってますでもほらまあすごいなと思うのはこういうのをやるとその開発側がそういうそのいわゆる私有をするでしょ、うんはいはい、それでさやってないやってるってさ一目瞭然じゃないですか、はいはい、即は分かりますやってるやってないとかそれもあってやっぱやんなきゃなと思いますよいやそれも絶対ですよね、うん、そうそうそうだって僕なんてクロマやってるじゃないですか、うん、エーテリアルステップ、うんいかどこでね挟むかっていうのと、うん、そのコラプスをどこで打っているか、うんね、地道にやってるわけですよ、うん、だ誰も見てないんだろうなって思いながらいやでも見てる人は分かるわけでしょそれ入れてるなっていうのでもドイツなんですよ、うんうん、全く
映像にも残らないところで、うん、もしかしたら一人ぐらい、うん、このなんだろう細かさに気づく人がいるかもしれないって思って、うん、一生懸命やってますね、うん、いやだからそこまで真剣にやってる中ね、極出んなみたいな、本当に極出たら損するぞみんなと思って、うん、そうそう、でもあの、まあ、今コメントであったけど、俺は結構あの DQ10TV ではあのガチであんまやらないんで、ちょっとネタっぽくやりたい派なの。あ、はいはいはい、でもそのネタっぽくやるのも、うん、普段やってないと、うん、そのあんまできないですよね。あえてネタっぽくできないでしょ、うんうん、そうだからやってた上でネタっぽくやるっていう言い訳を今させてください、うん、なるほどね。そうそうそう、いやだからそのゲームズコムの会場でだって、例えば芝の極あのハードモードエクストリームが、まあ、ルーレットで出たりした時に、うん、僕凍る時ちゃんとあのマンダビルのポーズで、うんうんうん、はキラーンって最後光ったところで固まったりしますね。あれはうまかったです ね。しかもカメラ寄せて大画面にしてさ、ね、もう観客あひゃひゃひゃじゃん。一応ねちゃんと余裕を見せつけてんだけど、その後思いっきりパターン間違ってあよく死にそうになってたんだけど、まあ、そういうことはねいちいちやってました。え、黒と何やってんの？白です。白か、はい。まあ、ヒーラー大変だからね。ヒーラーは何かとね、うん、言われるからね。あ、でもそうでもない。そうでもない。あ、本当。はい。14の白はあんまり言われない。あ、そうなの。と思います。うん、やっぱタンクの方が大変なの、うん。そうでもなくなってきた。タンクもでもそこまで言われないよね。うん、あ、そう。あ、じゃあもう DPS 出せってこと？うん。って言われ気味ではありますね。それはいいね。でもタンクはちょっとね、その装備をね、ガチガチ禁断してバイタリティ積んでこいみたいなことを言われて、うんうん、まあどうなってんだそれみたいなことを僕が言われたりして。うん、だそうなんだよ。やっぱり DPS って大変だと思うのよ、うん、分かっ見えるでしょ DPS 出さないですもん、うち。 あ、そうなんだ。メーター出してないですもん。あ、そうなんだ。あ、じゃあいいか。だって僕らみたいなキャラだったらいいですけど、うん、例えばですよ、 ID 入った瞬間、うん、頭の上にドクロとかギアチェックされて出たりするじゃないですか、うん、で、あと ID 終わった瞬間にパーティーの DPS 全部こう貼られてシャウトされたりとかでみんなやめますよ、うん、本当に、まあまあまあね、うん、でも固くなに、うん、固くなに入れないって言ってます。そうだから皆さんね、 DPS メーターって言いますけど、うん、本当にそうなんですよ。いや無理ですよね。いやでキックされるんですよそれで頭の上にね、アイテムレベル今皆さん平均出てますよね、うんうんうん、あの下回ると勝手にドクロが出てるんですよ、うん、いきなりキックされるんですよ、うん、著名投票とかね、うん、だからね無理ですって、うん、無理です、そういうことじゃないんです。なるほどなるほど、はい、まあそれは優しい世界ですね、うん、はい、ええー、うん、まあ、でも、まあ、まあそれが楽しくてディベースやってる人もいるけどね。いや分かりますよ、うん、そのそれってほら自分にチャレンジできるタイプの人じゃないですか。もう ID 終わるたびになんかこう貼られてるとかたまんないですもん、うん、だからまあちょっとね、その自分がどれぐらいの腕なのかっていうのを計測できるなんか場所は作ろうと思ってるんですけど、うんうん、常時 UI 表示みたいなのはもうとにかくね向いてないです本当に、うん、そう。でもタンクはやっぱ大変なんだけど、タンクやってる人みんなド M だからあド M ド M、うんうん、確かに、ね、あーやらかしたーっていう時にもうどんどん攻めてほしいんだよなるほどそうそうそうなるほどそうなんですね。そう、あのタンクやってる方で、うん、あそうそうって思う方っているんですかね、うんうん、こうどれぐらい、うん、あいやいやって言ってる方もいますあ分かるって言ってるんだあ、うん、結構手上がってます、うん、そうなの？そうそう、言葉攻め初見の一般化すんな。初見のダンジョンとか行ってさ、なんかちょっと前出過ぎてアグロしたりとかするともう、うん、あやらかしたと思うんだけど、もう攻めろ、うん、俺のこと攻めろみたいなそれ斎藤さんの性格ですいや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 、ダンクの性格じゃないじゃないそれいっぱいいると思うよ。いや超アグレッシブなね DPS さんもいるじゃない、うん、まあまあまあ、そのなんでなんだろう俺の前を走っているんだろうこの人っていうね、ギミック。それは確かにちょっとねイラッとするね、うん、なんでこんなに俺の俺より前行くなよ、俺の3キャラ前を走ってるんだけどなんだろうっていうね、取り返すの大変、取り返すっていうかもうその最初のうちはケアするんだけど、うんうん、俺もう面倒くさいからタウントしないそれで、ね、一回お亡くなりにならでね迷うんですよねそれ。俺プロデューサーなんで一応我慢した方がいいかなと思うんだけど、もう挑発なんか回ってこないですよリキャスト、何回目だよこれみたいな。で、シローさん一生懸命ヒールしてるし、で、言えないんですよ、うん、死なせればって、うん、ちゃってそれはそうですね、できないですよ、さすがに。で、一生懸命やるんですけど、これはこれでね、
このクソタンク、うん、ヘイトも取れねえと思われるのも嫌だし、うん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 、辛い、そういう時は本当に辛い。でだからあの一応僕より前に出ないで世に行きましょうとか、うんうん、そうわけやいや言うんですよ、うん、出るんですよ、うん、そんなの確実に転がしていった方がいい転がしていく転がしていこう。あのねそれはしょうがないわ、うん、そうなんですよ、ね、ほら転がすって言ってるよみんな。あ僕は俺は転がすねって、うん、転がすねって、うん、いやでもさそれはしょうがないよね。だって言うてもだって前に出るんだもん、転がりたいんでしょ。いやでもヒーラーさんが一生懸命ヒールしてるわけですよそれを、うん、そのヒーラーさんの思いに応えるべく取り返そうとするんだけど、うん、ギミックがそこに襲いかかりブレスを全体攻撃くらいみたいな、うん、そもそもここで戦ってる時点でもうねえんだよなとか思いながら、まあね、ヒーラーもそのヒールするとヘイト稼いで全部来ちゃうでしょ。そうなんですよ、それはあれね悩ましいですよね。だってヒーラーの意見をくれって、うん、ヒーラーから見たそういうこの方はね、うん、ズバッと言いますよ、どうぞ。でもあのタンクがあタンク捨てたなと思ったらじっと様子を見守ることでしたよしよしと。あ一応そこは見てるんだね、はい、この人だってファンフェスで、うん、あのそういう DPS はあの殺せばいいんですよって言ったことないからねステージ上で。あそれはずっと走りましたね。それはちょっと公式なコメントとしてはダメだね、うんうん、まあ今お酒飲んでるからいいけどさ、うん、まああんま飲んでないんだけどねこいつ飲んでます飲んでます。そうそうだからはっちゃけるのはまあ自由なので、ファミ通の浜村さんがね、うん、タンクをプレイされていて、うん、はっちゃけるその黒さんとか、まあ、DPS さんとの話をしてるときに、うんね、一言ねあれお亡くなりになればいいんですよって言ったんだっけ。えでもねはっきり言った気がするんだよね君。いやいやいやそんな別にそんな死ねばいない的なことは言ってないですよ。いや違うよ、スッと手を止めますっていう的なことを言ったんじゃなかったっけ。いや殺せばいいんですよ的なことを言いましたよ。あれそんな直接的なことを申しました、ええええ、おっしゃってましたよね。おかしい、浜村さんも結構ガチ、ね、言ったぞ言いましたよねあの時ね言ってましたよね。そうそう言ったよね。あれねあれでねすごいねヒーラーの好感度上がってたもんだって、うん言ってましたよね、うん、ほう、そうそうそう。じゃあ言ってたんでしょうね。うん、ズバッと言ったよ。浜村さん苦笑してたもんだって、うん。そう、浜村さんもタンクですからね。浜村さんもタンクですね。いやでもなんかあれ本当あの頑張って14やりますよ。お、マジですか。うん、ちょっと本当ですか。うん、それ放送してもらっていいですか、生主して。生主で。大丈夫かな。コミュニティレベル上がるかな。上がるんじゃないですか。みんな多分見ますよ、ね。見ますよね。あ見たいって言ってますよね。絶対見る。ほらマジか。マジかよ。見て見るわ。あほら逆に吉田も DQ10 やろうって言ってる。あなるほど、うん。そこでトレードオフでしょ。マジっすか。うん、これ14、うん。いやでも、ね、今ドラケテンも結構周年やることはいっぱいなんですよね。あれ両方か、うん、結構きついな俺だからあわよくばさっきほら新兵まだあと1人枠空いてるからそこに入ってもいいぐらいだと思って。あマジですかそれ宣伝がガタッてするやつですよ多分ね。あの両宣伝がガタッてするやつですそうですね。後からなんか真面目なトーンの会話が繰り広げるやつ、うん、よし入ろう、うんね、採用しましょうってほらもう今即決ですよ。自分しかいないから強気なだけですよ。まあねあの DQ 店側の宣伝来た瞬間あんた何言ってんのみたいなねいやいやいやでもね斎藤さんでもあっという間だと思うんだよな。だったとね多分斎藤さんは大迷宮バーから絶対全部やると思う。 あれきからとかじゃなくて、うん絶対大迷宮バハムートからもういや50になったらまず 2.0 の時まず 2.0 シリーズのレイドクリアしてからでしょ、うん、どうこんなのって言って、うん、絶対そういうタイプじゃん。でもね斎藤さん今タンクって何何があのクラスとしてはナイトと戦士ウォーリアと、ダークナイト暗黒騎士この3つ、ね、どれがおすすめなのその開発側から見たら。DPS 出し OT やりたいか MT やりたいかちょっと変わりますけど、うんうんまあ、MT がいいかな。あ俺前あの1の時はパラだった。ああじゃあまあとりあえずないとこからですかね、うん、そしたらまあでも戦士も面白いし暗黒もまた違うんで、うん、まあどれやってもですけどまあ
いわゆるパラやってたんだったら、うん、まあないとかな、うんうん、まあいわゆる基本の基本が全部詰まってるジョブですね、うん、あのタンクの防御アビメインで。だって MT で DPS 出すとかだって考えられないもん。あ、いいこと言ったな。出したいのみんな、え、タンクやんのに DPS 出したい人がいんの？これ何、危険な言葉あ、なんか俺なんかおかしいですよ、いいですよ、いやいやいや、いいですよ、いいですよ、一部ざわっとしたと思います。うん、なんで勝負あり。いや、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、少しでもレイドを早くクリアしたいっていう時にやっぱこう、MT やってても少しでも、うん、なんかいわゆるその、あの MT なんだけど DPS 出さないとクリアできないからってこと？出さないとクリアできないのもあるってこと？まあ、楽にはなりますよね、みんな。まあもちろんね、当然そうだね。そうなると結局こう、うん、あ、そういうことなんだね。出す方向へ行きたくなるわけじゃないですか、うん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 、なので、うん、どれも出なきゃっていう話になりがち。なるほど。吉田のせいでしょ、ほら。ね、まあそれは DPS がやればいいって話だよね、でもね。あ、ほら、タンク代表のこのコメント。そんなの DPS なのか、DPS がやれ。ヒーラーも DPS 求められるの？どんなゲームだよ、それ。あ、今ちょっと方向先がやや変わった感じがしました。いや、そう、あのね、タンクさんもヒーラーさんも本音はそうなんですよ、うん、お前らは DPS なんだから DPS 出せよって、うんうんうん、でもすごいコメント、すごいことになってもうね、だって表示しきれなくなってる。表示しきれないもん、もう。A もっと言ってって言ってる。いや、うん、でも、うん、そうだと思うんですよね。うん、うん、隣のやつに言ってくれよ、うん、DPS か DPS 出しゃいいんですよ。そんな、そりゃそうだ、俺 DPS だ。そうギアチェックを一周でも早くくぐり抜けてクリアしたいとなると、うんうんうん、そりゃ DPS だけじゃ足りなくなりますけど、うん、じゃあ、うん、マックス DPS その週出てんのかよって話で。ああ、なるほどね。まあ、いや、まあ、いいっすよ、もうここまでしますわ。もうね、いろいろ言いたいことあるんですわ、俺も。あるんです、いっぱい、はい、タンクさんもヒーラーさんもすごい我慢してると思うんです、うんうんうん、僕もね、うんうん、出しゃいいんですよ、別に DPS なんだから。まあ、よかった、多分こういう話題が欲しかったんでしょ。、うん、深夜らしいね。めったに言えないですね、うん、このね、うんうん、酔ってるふりして言わないと。もうね、そうなんです。DPS さんがもう他人の動きは見てないですもん。もうひたすら、うん、もう自分とね、画面との戦いですもん。うん、いかに出すか、うん、で、こういうこと言うとね、うん、だから難しくなんだよ、このクソゲーがとか言われるんでね。うん、いや、まあだから本当 DPS、まあもちろんそれぞれのクラスそうなんだけど、やっぱりプレイヤースキル必要だからね。うん、いや、一番上行くんだったらね、やっぱそうなるんです。うん、マジで。はい。楽しいぞって、あ、なるほどね、自覚してんじゃん、うん、そりゃそうですよ、うん、やってるんですから僕だって、うん、エアプー言われてるよ。は？エアプー言われてる。皆さん、吉田さん煽って楽しいですか？ 3.0 って、うん、その、まあ、レベル60になってから、うん、トークンを、まあ、稼ぐための周回ダンジョンとかあるんですけど、うん、でそのうちの1個が、うん、まあ、結構ね、動かされるボスなんです、うんうんうん。で、なかなか黒って、割と固定砲台化した方が DPS 出るんですけど、うん、まあね、動くとなかなか DPS 出せないだけど、うん、でね、吉田やってみろよとか、こう、うんうん、言われる、あわれるんです、うん、黒で、うん、お前のプレイ見せてみろ、うん、MIP いっぱい来ますからね、僕ね、うんうん、ネバーリープ行ったら、うん、めっちゃ出ますよ、うん、悪いですけど、めっちゃ出る、はい、やってますよ、うん、めっちゃ出る言うてるで、はい、大丈夫です、出せます、はい、本当か、いや、出せます、大丈夫です、 MIP いっぱいもらってるんで大丈夫です、はい、あれ何、あの、あれ白杉は遊んでんの、ちゃんと。やってます、やってます、やってんの、うん、あ、兄先輩ね、うん、やってます。あ、じゃあみんなやっぱり遊んでるのね、うん、あ、でもうちは本当に宣伝から、うん、あのコミュニティチームから開発までみんなやってますよ、うん、素晴らしい、はい、兄はエアプだって言われてるよ。まあね、よく言われてます。うん、あの、兄は、うん、すごい真面目なんで、うん、例えばこう、その新兵オールゼアをやるときに、
その新規の人の気持ちを分からねばならんとか言い出して、いきなりなんかねレベル1から始めてみたりしてて、全く役に立ってないんですよ放送に。そうなんだ、放送の構成にはね全くいらなかったっていう。でそのプレイ時間を捻出するためにこうエンド側へ行かないじゃないですか、うんうんうん、なのでエアプになっていくんですよ。あ、なるほどね。で彼はでも一生懸命仕事をしていて、うんうん、レベル1からキャラをこう気づきが、うん、気づきがあるって、うん、でも放送にはあんまり役に立ってない、立ってないの、うん、それは意味ないね。でもね一生懸命なんです、そこだけは組んであげてほしい。なるほど、そういいやつなんです、うん、よかったよかった、それはちゃんとやってますよ、うん、ただ最近あの、うん、彼の下にいる、うん、あの通称おのちゃん、うん、ああ宣伝チーム、ああああおのちゃんにアイテムレベルが抜かれていて、あ、メインの方が、ちょマジで、うん、ですごいショックを受けて頑張ろうって言ってました。あ、なるほどね、いいやつなんです。兄はすごく真面目でいいやつなんです、うん、いいやつなんですけど、うん、たまに方向性が違うかと思ってでも新平と合わせてやっぱ自分も一から頑張ろうと思ってでね、その一からやるじゃないですか、うん、新平にあっという間に抜かれて、そうね、全然噛み合って、噛み合ってね、新平早いわけですよ、うん、それはダメだよね、うん、いや、本当に、うん、そうか、新平の小池さんがね、すごいことになってるね、うん、そういう、もっとゲームする時間をくれ、うん、あ、なるほどね。いや、だから普通にエンド行きゃいいんじゃないかなと思うんだよね、俺そのレベル1からとかじゃなくて、うんうん、じゃあ一回ちゃんとやってることを証明するなんかコーナーとかやってみたらなるほどね、うん、意外と見てないんでしょうね、みんなのプレーを。んそういうイベントではやってるけど配信では見してないんでしょう、ね、いや僕結構やってますよ。どうやって玉ミスマルク超えれるか、だからそういうこと書くからさ、え、そこなのって言われるわけでしょ。玉ミスっていうのは何、比較的早めな感じなの。あの今回その、うん、いわゆる召喚獣バンシンが2体いて、ビ、うん、スマルクって、うん、まあそのラーバナの下なんですけど、うん、まあそのアーリーアクセスでいわゆるエンドでバトル大好き1個からすると、うん、まあ、通過点も通過点なわけですよ、うん、えっていう、うん、なんで超えられないのか、超えられないっていうか言ってるんですか、アニー先輩。多分言ってないんだろうね、うん、一時期あ一時期言っていた、一時期あのはい、ええ、ーティーそうなんですよね。ちょっとねあれね、うん、入手できるねアイテムのアイテムレベルがあまり良くないので、うん、スルーちょっとね今スルーされてる。なるほどね。そこはね問題なんですわ、うんうん。あるな。それこそだから抜かれてった新兵に手伝ってもらえばいいんじゃない。うん、それはありだと思います、うん。そうなんですよね。アクセ入れればよかったな。報酬が悪い、うん、まあそうなんです。すみません、分かってるんです、ごめんなさいでも報酬はもちろんそうなんだけど、楽しければね、やるからね。うん、あ、小池先輩助けてあとモッチーとかやってんの、ちゃんとやってます。やってんの、あ、それ見てるけどね。え、んモッチー、本当だ、後ろいるでしょ。あ、本当だ、みんな一通りやってますね、だからちゃんと。やっぱり14、まあ10もそうですけど、うん、あのイベントでプレイヤーの方とこう話す機会が多いじゃないですか、うんうんうん、やってないと一瞬でバレるじゃないですか、本当に。だからみんな絶対やってますね、うん、表に出る人はみんなやってますよ、うん、本当に、うん、お酒、うん、なんか飲みが足りないんじゃないですか。大丈夫です。あのさ、ごめん、寝落ちしそうになるのやめて、生放送で本番中だからって言うても、さすがの私も。ごめんごめん、今見た瞬間の君の目の細さがね、うん、やばいで、じゃ目が悪いんですよ、もうコメント読めなくて、うん、いや、俺が知っている君は寝落ちする顔だった今。勝負ありでもさ、あれでしょ、だって勝負ありしか押してないですね、うん、だからお前だから寝落ち寸前だって。どちら眠ってしまった、お前だろ、だからそれいいじゃない。いいのがあったんです。いやいや、あのな、うん、俺の声でね、漫談すんだ。本当ですね。うん、今日だけだよ、そのボタンを押すの許すのね。まあ、だって普段これないですから。だからさ、お前その冷静な返しやめれや。次は新しい音源が来た時です。だからもうないって。うん、もうないない。マジもうね、それ最後だよ。
カイトに聞いてみなきゃいけないってことですね。いや、でもなこれからプロデューサーレターライブは毎回あの緑の格好でやるってこと、うん、そうみたいですよ。モルボールですからだってもうややこしい、ややこしいでしょ、うん、新しい話聞く。ちょっとなんか羨ましいなと思ったの見てて。あ、さすが、うん、さすが出たがり。それでなんで脱ぐんだろうと思って。さすが職業出たがり。いや言ったんですよ一応、うん、この最後もねあの格好の方がいいんじゃないかって、ね、バカじゃないのって言われてあのドイツ以来この会話多いですね。そうそうそう、あのドイツであの衣装を買いに行くって話をしてる時も、うん、ねぶっこって言ったらバカじゃないのって、うん、え、あれ何、ドイツの、ドイツ製？ドイツですよ、ドイツで買ってきたんですよ、あれすごいね。だけどドイツでは着る機会がなく、ない、うん、しかもね、日本にね、送ったら税関に引っかかって追徴金取られるマジでだからね、すごい高くついてるんですよ。なんで、なんで、何、高いの？もともと高いから違うんですよ、もともとは、1万5000円ぐらいですよ、日本円で、うん、あのフルセットで、ね、フルセット、ね、で、まあ、フルセットで売ってるの？違います、あれね、バラバラ1パーツずつ、はい、買って、うん、今トータル1万5000円ぐらい、うん、でそれをねそのスクエアニックスヨーロッパ の、うん、あの担当者が、うん、ステージ衣装って書いて、うん、出したらほら、うん、もしかしたらいわゆる劇団四季みたいな、うん、そういう格の人たちのなるほどなるほど、つまりすごいコストがかかって、うん、例えば要はステージ衣装って書くと下手すると動物の毛とかでこう作られてるとこものとかもあったりするじゃないですか。それでなんとその検疫から税関からですよ、一体中身は何ですかっていう問い合わせがまず来て止められてるわけですよ、まずそもそも。あ、出てこないの荷物。そうで話をしたら思いっきり開けられてさらについちゃうって関税がね。そうそう、14の費用で払ってるわけですよ、うん、プロジェクト費用でそしたら毎回使わないと元取れない。いやだから着ないと話にならないって言って、うんうん、あげます。あ、いらねえよちょっと羨ましいんでしょ。いらねえよ。まあでも確かにステージ衣装って書かないとね、普段からあれ着てると思われるのもねどんな人だよって話でしょ。いやでもね、ドイツであれをね、うん、着てほしかったんですよ、うん、そのステージで、うん、僕がそのやらされたんだよ去年、うん、そのね、いくら僕がプロデューサーで何でも14で楽しんでもらえたら何でもやるとは言っても、うん、いかにそれがね最近当たり前になってきていて、うんうんうん、だからもう一回ね体験しておけっていう意味で、うん、やったらドイツオフィスのそのマーケ担当が、うん、バカじゃないのっていう顔されるって本当に怖かった、うん、ここまでね、うん、人を見下す目をするんだっていう目で見られたって言って、それが俺韓国にいたツイッターじゃないメールで飛んできて、無理です、これは無理ですそうです、一応だから、ね、当日の朝にはさすがに腹をくくったわけですよ、うん、そうそう、ねえなと、うん、自腹で買ったツテーシも着なきゃダメだろうで、これをって言ったら、うん、もう辛かったまあでも慣れだよ、慣れ慣れ、味方もいないしさ、うん、そうそうそう、現場も慣れですよ。お前ら何やってんの、うん、でそのうち、そのうち着てないと、なんで今日着てないんですかって言われるようになっていくはずだ。着ません必要ない、だからそういうのはメインの人が着るべきなんですよ。だからなんで俺に振るんだよ、メインだからですいや、あれ芸人じゃないんだよ、着る必要性がないじゃん、そもそもないです、ないです、いや、ないです、ないって言ったよな、今だって、去年は、あれですよ、覚えてます、あれ罰ゲームですからね、罰ゲームで負けたら恥ずかしい格好をさせられるでいいですか、はい、って言ったら、はい、いいですよって言ったから、はいはい、しかもあれ私ちょっと待って、なんでそこでまたギスギスしてんの。ギスギスしますよ、あんなもん用意されてごらんなさいな、それはギスギスしますよそうだね、俺はね、まあね、負けた時のね、そうそうそう、罰ゲームだったんだよね、まあ、結果2人とも着てたんです、ね、そうそうそう、結果ほら、ノリだ、そこはね、ノリだよあでもヨシピーはだって前からそれこそバトロードの時から結構コスプレしてステージ上がったりとかしてたから、それもなんか自分指定のなんかサングラスとか、自分指定じゃない、自分指定のなんか首に巻くやつとかもだってあれで、もうなんだなんだ、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って待って待って、ちょっと説明をさせてもらいたい。自分ラッシュが決まった、自分指定ですよ、自分指定って言いました、うん、衣装買いに行った時ですよ、まあ、今まさにドラクエ10の宣伝担当ですよ、ね、当時ね、秋元呼ばれてますけど、ね、一緒に衣装の買い出しに行った時ですよ、うんうんうん、赤いなんかふわふわしたやつつけます言ったのはあれですからね、東急ハンズですからね、東急ハンズ、うん、で、うん、980円の毛がね、もうどんどんテストで巻いてる時からねボロボロ落ちてるで、これでいいとりあえず、うん、で、なんかそのネタ的な、うん、こうその顔を隠して、うん、しかも
子供たちに分かりやすい悪者ってサングラスだろうと、うんうん、ただいわゆる私物のサングラスをかけても、うん、普通の人に見えちゃうから、うん、そうじゃないものを誇張したやつ、そう、あの東、これはやっぱ指定してるじゃない、新宿の東口と西口つながのガード、うん、あありますよね、あれガードを、そうね、超えたところに、そう、超えたところにありますよね、あそこですから、ね、あそこですから、ね、あるあそこで、なんでこのゴーグルみたいなサングラスって言って、うん、3000円で買ってこれだって言って、うん、そんなレベルですよ、だって、うん、あそこにね、僕のダリーのね衣装売ってます、売ってます、まだ売ってるかな、多分あると思うんですよね、だそんな売れてないと思うんで、だから今度はだからプロデューサーレターライブを緑とダリーでやればいいんじゃないですか、うん、だからいや緑とダリーってさ、その 色とダリー一緒にすんのやめてもらっていい、一応ダリーキャラで緑色だから、うん、一つも話が入ってこないですか、だから緑ちゃんってキャラクターにしちゃう、いやモルモルだから緑なんですあれ、そういうことね、そうそう、だからモルモルはモルモルなんですね、そうそう言ってました、テーマはモルモル、モルモル緑だ、びっくりした、緑とダリーでやればいいじゃないってやらないよそうですね、やらないですねいやまさかね、ダリーだって精一杯仕事と思って、うん、子供たちがそれで、そうだよね、仕事なんだよね、みんなね、こうやってるのも今仕事ですからね、だから酒は飲んでますけど、裏話があってですよ僕そのやっぱりドラゴンクエストモンスターバトルロードも、うん、コミュニティがすごく強くて、うん、その日本一を決定する大会やってたから、うん、お父さんとお母さんもすごいマジでプレーをしてもらってたので、はい、そのお父さんお母さん同士のこうコミュニティ、大会によく行く常連同士が仲良くなり、うん、それこそ今14だとスクリーンショットを撮ってみんなで加工してクオリティ高いものを出そうみたいなそのコミュニティがあるんですけど、うん、カードバインダーを自作しようっていうコミュニティがあって、ね、会議室を借り切って、うん、いかにクオリティ高いカードバインダー、バインダーを作るかっていうことをやってたぐらい、うんうん、でその僕一応私服だったんですけど、うん、そのやっぱり大会を自分で店舗大会、はいはいはい、お店で16人対16人トーナメントを一応私服で見に行ったら、うん、そのお父さんたちに、うん、ダリーさんですよねって言われて俺なんで私服で私服で行ったのにバレてんだろうと、私服で行ってもなんかそのなんか悪い人感っていうのが出ちゃってたんだよ、うん、こいつ悪だみたいなねそれがですね、あのトラックの運転手やってますみたいな方に、うんうん、ダリーさんですよねって渋い声で言われて、うん、あジャラジャラしてるからだって、あのね、多分ね売れない芸人かなんかだと思われてたと思うんですよパラメーター全部作ったの僕なんですけど、その時だってあんまり別にねあのディレクターとして出てない、出てない、そうそうそうなんですよ、ダリーキャラとして出てる、そう、僕だからあんま出ないように取材とかお断りしてたので、そうだからディレクターだなんて誰も思ってないんですよ、だからダリーさんですよねって言われて、あはいって言って、あ次のイベントのためにこうやってその店舗大会とか見に来られるんですねって言われてどんな真面目な人なんだそうそうそう、売れない芸人も大変だなみたいな、前説とかで使えるネタないかな、そう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 、次のね、そうだね、うん、もうそれぐらいのねことをやりながらね、うん、コツコツね子供たちのためにやってたんですよ、うん、そう、俺もまあ何度か話したことあるんだけど、うん、DQ10TV の夏祭りっていうのやってて、うん、去年の夏祭りの時に渋谷の会場でやっていて、うん、で会場に入る時に、まあ、あの原宿から歩いて行ったんだけど、その時にまあ地方から来てもらった人がたまたま一緒で、はいはいはい、話してきて、で会場の前で写真撮ってくださいって写真を撮ってたんですけど、うん、そしたら俺出たがりおじさんって呼ばれてるんですよ出たがりおじさんって呼ばれてるから、うん、まあ、出たがりとか、まあ、あとヨースピとか呼ばれてるから、はいはいはい、ヨースピって言われるのはいいんですけど、はい、写真を撮ってるすごいちょっと離れたところから女性女の子がね、うん、なんか俺に声をかけたかったみたいで、うん、なんか言ってるんだけど、うん、おじさんだおじさんだっていやおじさんだけどっていうまあね、それ以上でもそれ以下でもないよね、ないのよ、うん、もう出たがりならまだいいんだけど、ね、うん、おじさん、おじ、まあ、おじさんの上の方で言ってほしいね。そう。で、そこからなんか会いに行けるおじさんみたいなね。ああ、なるほど。もう完全に会いに行けるおじさん。それどこでも会いに行けるよね、別におじさんはね。それ普通のおじさんじゃん。そうそうそう。会いに行けるアイドルって言われたらね、珍しいけどね。会いに行けるおじさんってそこら辺にいっぱいいるからね。今コメントで出てくるただのおじさんだ。そうそうそう。いやー、だから本当にね、バトルでやってる時もね、ダリーさん、うちの子と対戦してやってくださいって、うん、そのジャンフェスとかで、うん、僕ダリーの格好して
全使用してるし全パラメーター知ってるわけですよ、うん、でもう子供たちと対戦出てっては対戦するんですけど、うん、うちの子と対戦しちゃってくださいっつって子供連れてくるんですけど子供明らかに嫌がってるんですよこの人怖いみたいな、ね、そうそう怖い役だったからね。でもまあちゃんとその真剣に対戦をして、うん、もうとどめの一撃刺す時なんてもう立ち上がって刺してましたからね暗い子の野郎みたいなでやっぱり、ね、お父さんがですよ、大切大切やっぱりダリーさん強いわって、うん、でお父さんばっかりなんですよ僕来るの、うん、勇者書いてるんですよ、うん、あのお母さんばっかりそう、あ、なるほど、カイトはあの時はすごかったね。そうそう、あの特撮のあの、うん、ライダーとかヒーローかと思うぐらい、ね、お母さんファンがすごかった、すごかったですよ、すごかったです、本当に本当にね、息子さんとね娘さんを連れてくるお父さんがね、うん、いっぱい多いんですけど、うん、本当に、ね、嫌がられてましたね僕ね僕の方が偉いんですけどね、カイトよりね比べ物ならないぐらいそうそうそう本当に素敵なオチがついたところで、はい、あの気づけばいい時間になってます、ね、あ、そうなの、はい、あと 2,3 時間いけるなこれ、いけますよね、いけます、いけます、明日はだからなんか飛行機の離陸する時間ぐらいはいけますよね、これ斉藤さんを時間通りにリリースしないと、うん、あの我々のいろんな人がいろんな人に怒られる仕組みそうそう、まあ明日がなければねあれなんだけど ね、 ね、うん、ということで、うん、このままエンディングに突入します、うん、あ、そうなんですか、そうなの、はい、突入します、あ、というかちょっとそもそもこんなんで良かったんですかいや、わかんない、こんな話で良かったんですかね、大丈夫、よかったですよ、まあ今まで一番面白かったって言われてる14時間生放送もどうかとは思うんですけど、うんうん、楽しいの、うん、よかった、まあ、ちょっと結構ね14のあの深いところまで食い込んだからね、まあね、タンク問題とかね、そう、GPS 問題とかねうん、まあ、まあ方言ぶっ放しすぎでしたよね、うん、だから今日のこのトークの結論は、うん、DPS は DPS を出せ出せっていうね、うん、そういうトークでしたね、今日はね、よかったよかった、まあ勝負ありとね、うん、まあいいっす、鳴らさなくていいんですよ、別に、はい、いや、まあいっぱい、まあでもね、なかなかね、お酒入ってね、斉藤さん来てくれないとね、なかなか僕もね、ぶっ放せはしないんで、やっぱりね、あ、そう、それぐらいね、ぶっ放してもらえるとね、僕も乗ってぶっ放せるんでそうか、そうか、よかったよかった、まあまあね、全国、ね、全世界の DPS の皆さん、うん、DPS 頑張りましょう、うん、はい、ということでこのままエンディングで皆さんをお呼びする前に斉藤さんから最後に皆さんに、はい、ご覧の皆さんに一言いただいてよろしいですか、あ、私、はい、特にあのなんか楽しい話ができたかどうかもわからないんですけれども、また機会があったら呼んでくださいというのと、私 の、 あの個人コミュニティ配信にヨスピーが出るときは皆さん私のコミュニティに登録してもらってコミュニティレベルを上げる協力をしてください。そうですね、はい、ぜひとも、はい、作為的に上げていきますから、はい、組織票、組織票、そうですね、はい、はい、上げていきます、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、で、斉藤さんにはこのままいていただいて、いていいの、はい、今後エンディングに突入しますので、はい、サブチャンネルで頑張っていただいた皆さんおよび残っているコアメンバーの皆さんにそのままお入りください、お願いします、あ、お疲れ、これちょっとカバン邪魔なんで、カバンをちょっと出るいや、はい、前さん、うん、はい、じゃあこう詰め、詰め、はい、詰めいただいて、大丈夫ですか、大丈夫です、斉藤さん、もう一プロジェクトどうですか、14のプロデューサー、やだよ、無理だよ開発側に俺徹するんで、どうですか俺、斉藤さんだっていけんじゃないかなと思うんだけど、はい、狭い、ぎっちり、ぎっちぎちですね、ということで、まずは、サブチャンネルの様子から、最後に総括いただきたいんですが、まずは高井さん、はいはい、ミニオン、あれ、マイクってどうなってます、あ、ごめんなさい、ここです、はい、すみません、はい、はい、ミニオンチャレンジですが、はい、結果の方っていかがでした、40個揃いました、40個、40個です、お、通算何時間やったんですか、8時間ぐらいしか今回やってないぐらいか、8時間で40個、うん、最後はどこまで行ったの、景品サソリは出たの、スコーピオンってあったの、結局、あ、食った食ったわ、食ったわ、毎年なんかサソリ食ってる、俺が定例的になるからやめてほしいんだけどいやでもね、ドワンゴさんの企画力がね、うん、すごい、コンパニオンね、あれは、あれは、あれで、あの今回時間短いわけじゃないですか、うんうんうん、前回より、うん、前回より全然疲れてるんすわあ、そうなの、だって金髪美女が2人来たのに、あれで、なんか吸い取られた、あの金髪美女のツイートの写真見ました、見ました、あれもう要はなんかそのミニオンゲーム内で撮れるいわゆるそのコンパニオンみたいなやつを
何個集められるかで、うん、だんだんこう景品増えるんですけど、うん、こうミニオンっていうゲーム内で呼ばれてるから、オンつながりでね、コンパニオンが来たんですよ。金髪美女2人がただ後ろに立って、高井宏のね、頭撫でたりしながら見た ちょ話しかけたって、宏ハンサムしか言わないですよ。ほらどう回せっつんだよって。あれもう限界ですわ、あれもう本当に。なるほどね、次の機会があれば、はい、次はこんなやりたいなとかございますか。いや去年も言ったんですけど、もうやりたくないんですよ。そもそもね、そもそもね、なぜですかって。前向きなコメントありがとうございます。前向きなんだ。ありがとうございました。はい、それともう一つ、祖健さん、その辺にマイクございましたね。はい、ちょっとマスタリングの準備してて、ちょっとしたいって言って、すみません、遅れました。なんかファットキャットいるぞ、ここに。サンプルです。あ、なるほど。それでもまだだいぶ仮みたいですよ。へえ、まだそんなにできてない。祖健さん、コーナーいかがでしたか。これ FF 関係あるの。まあ、じゃあファットキャットってことで、なんか可愛いいんですか。はい、はい、終わりです。今日はでもね、はい、あのね、ちょっと日頃多分皆さん見れないやつ見れたと思うんで、うん、なんか伝わらない、今まで伝わらなかったのが伝わってたらいいなっていう感じで、うん、効果音とか細かいサウンドコントロールがね、そうです、うんうん、あんまりね、効果音って自然になるのが当たり前なんで、そこをちょっとほじくってみた、ね、イレギュラーなところって見えないもんね。はい、なんでなかなかこんなことできるの14だけだと思って。確かにね、あんたやらないよ。開発中のさ、実機持ってきて MMO なのにね、ローカルで立ち上げたんでしょ。だってあれローカル立ち上げて、それでむちゃくちゃなクライアントで音がどうなっちゃうかを実験したっていう感じですね。なるほどね。あとでタイムシフトするわ。そうですね、見れなかったな。ちょっと怖いな。説教講座それ。ついにあのバトルテストの画面が出てしまうっていうね。え、一末模様。一末模様。みんな説教講座。あれカカシが、カカシが説教じゃねえや、立ってるやつね。みんな最初あそこに入るっていうね、開発あの開発全員あそこからスタートですからね。はい、それでは、ですね、最後まで残ってくださった皆さんに一言ずつ順番にいただいて、締めにしたいと思いますので、どちらから、そちらから行きましょうか。そちらから行きましょう。秋野さんから行きましょう。俺も締めに行く。はい、カメラに向かって一言お願いいたします。これ何言ってるの。いや、出てきて困るな。すいません、あの私あの PC 組み立てるコーナー大好き。見て PC 組み立てるやつね。見てますね。あ、そうですね、あの FF14 チャンネルという番組で MC をさせていただいております秋野圭と申します。今日見てくださった方はありがとうございます。最近は PC を組み立てるのを、少しばかり離れまして、FF14 の推奨 PC のコーナーを、推奨 PC を紹介させていただいております。推奨 PC、 推奨 PC 紹介コーナー、勝負あり。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次、小池さんお願いします。はい、FF14 チャンネル、出させていただきまして、それも1年ということで、FF も2年ということで1年目を迎えることができた。3期これから始まりますので、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。ありがとうございました。勝負あり。はい、ありがとうございました。じゃあ次、順番に KK 行きましょう。 KK お願いします。コミュニティチームの草壁です。サブチャンネルの方で勝負あり。はい、嘘嘘。まあ、このメンバーの方々にもいろいろ来ていただいて、プレイヤーの皆さんに、楽しんでもらえるような放送が、まあ、できたんじゃないかなと思っております。まあ、あとちょっと4人残してはいけないものをちょっと配信してしまったようなので、吉田さん、なるべくあのタイムシフトは見ないでいただけると。それは何、見た方がいいよっていう。いやいや、見ないでいただけると。あ、なるほどね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次、もっちお願いします。はい、コミュニティチームの望月です。まあ、メインにもちょろっと出させていただいたんですが、基本的には去年同様サブで、高井さんと祖健さんと一緒にお送りさせていただきました。去年この場でプレイヤーの皆さんのおかげですというお話をさせていただいたと思うんですけど、まあ、今年もやっぱりそこは変わらなくて、改めて、皆様への感謝がいっぱいいっぱいで、今ここの場にさせていただいているなと思います。どうもありがとうございました。どうちょ眠ってしまった。はい、ね、真面目でしたね。先にアニー先輩言っておきましょうか。おう、すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。まず僕はですね、極ビスマルクを超えてから物を言いたいと思いますので、まあまあね、クリア目的パーティーの皆さん、同じサーバーやってる皆さん、ぜひよろしくお願いします。俺多分あっという間に逃すからね。だよ。負けないですよ。勝負あり。はい、ありがとうございます。前広さんお願いします。はい、昨年に引き続き、サブ放送の方でだべってました。シャツは作った方がいいんですかね。俺の画面では落ちた様子はないシャツは作っときたい声がいいですね。そうしましょう。俺のが避けたはずだ T シャツは。俺ね、ありだと思うんだよね。俺すごい売れる気がしててさ。それのね、英語版も作ったらね。なるほどね。英語でもね、言ってると思うんだよね。俺のスクリーンでは避けていたみたいなやつ。絶対売れると思うんだよな。それと再インストール両方も。そうね。再インストールしてこいよっていう。来年も多分あるんだったらまたダベリン来ますと思うんで、はいはい、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では竹尾さんお願いします。今回も遅い時間までご覧になっていただきありがとうございます。そうですね、あとは今日言おうと思ってて忘れてたのは格闘武器頑張ってますんでっていうのを、なんで 3.1、3.2 に向けて頑張ってるんで、まあそれを期待して待っていてもらえると助かります。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。勝負あり。じゃあ、高橋さんお願いします。はい、ハンサムです。勝負あり。いや、3周年もまたね、楽しく迎えられるといいなと思ってます。ね、はい、今日は本当に遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。でもね、俺ね、一個ね、思ってたんですよ。はい、ほら、ヒロシハンサムねっていう片言の日本語が流れるたびにね、高井宏とは言っていないっていうね、カッコがね、皆川宏のことを言ってる可能性はマジで後ろにいて、それか宏かっこいいって、見えてる先は皆川かもしれないんで、なんだよ、そこね、ずっと思ってたんですよね。そのツッコミ誰かしないのかって思いながら、ね、いや、そんなことに気づかせないでよ。あ、なるほど。じゃあ、いい夢を。いい夢、はい、今日ぐらい気持ちよく寝るわ。ね、あれ最高だったもんね。ドワンゴさんの企画力が素晴らしかったですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、佐藤さん、締めにもう一言お願いいたします。放送中でなんかね、決まっちゃったっすけど、その 3.0 の配信を、BGM のね、想定にソーディッシュワールドの、はい、なんか配信が決まってしまったんで、は、それのですね、マスタリングをですね、数時間後から開始するっていうことも決まったそうなんで、先ほど、はい、なんでタイムシフトで確認していただいて。でもそれタイムシフト確認してる間にもう配信されてるんじゃないの、そのペースだと。いやいや、9月14日配信予定。ごめん、何を配信するの。あれですよ、蒼天のイシュガルドの、BGM ですね。次の、はい、次のサントラの宣伝を今日はしろって言ったのに、結局決まったことは次の、だったっていうオチでした。ああ、そう、はい、なんでこれからマスタリングをシャカリキにやっていきますので、配信お楽しみにということで。じゃあお楽しみに。そけもいろいろお楽しみにな。はい、勝負あり。この流れの中あれですが、斉藤さん最後にもう一言。いや、ない、別に何も言うことないです。あんまないです。ありがとうございました。勝負あり。ありがとうございました。では最後に吉田さんから皆さん、あちらです。あちらです。バシッと締めて、本当に14時間まずはありがとうございました。で、ファイナルファンタジー14、いよいよ8月27を過ぎるとですね、3年目に突入するんですけど、相変わらずですね、スクエアニックス会社にありながら、スクエアニックス会社にあるまじきことをやりつつ、皆さんと一緒にね、またファイナルファンタジー14楽しく続けていきたいと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ミラクルフラッシュが決まった。それでは以上をもちまして、ファイナルファンタジー14 2周年記念14時間生放送を終了させていただきます。はい、皆さん長い時間どうもありがとうございました。また次の機会にお会いしましょう。さようなら。ある人突然いなくなったらやりすぎたんだなと思って。